そのまま身分動き止めやしない。いつかこの糸がちぎれるまで今は踊れ手のひらで、どうか重ねた手のぬくもりで何度でも探せ、いつもまとわりつくこの糸を運命と呼べる、その日までどうか重ねた手をつかむまで何度でも壊せ。キレたらキレたで不安になるのは、積み上げたものを信じているから、だからいくら踏み出しても踏み出した分怖がって、分かってたって無駄、身動き取らなければ